のほほん介護士のつぶやき、始まり始まり。今日のお話はウィズコロナの工夫、教えてください。イベントごとも全部中止になってしまったこの春からこの夏だからこそ、フロアごとや施設内でのちょっとした催し物や嬉しい企画が利用者さんを癒してくれる。ちょっとだけでもウキッとした気分になってくれると嬉しいですよね。フォロワーさんやフォローさせていただいている事業者さんの工夫を凝らした企画を拝見させていただいています。ウキッとした利用者さんの顔を想像しながら、あんまりコメントはしませんが、いいねさせてくださいね。うちこんなことしていますっていうおすすめがあったら教えてください。シェアしてみんなでウキッとしたりできたら嬉しいな。大規模な企画じゃなくても、今だからこんな工夫していますとか、日々ちょっとしたことしていますとかあったら教えてくださると嬉しいです。コメント恥ずかしかったら直接メッセージくださいね。今夜も拍手を送りますっていう介護士さんのつぶやきでした。のほほん動画も続々と増えております。ノイノイマジックのほほんグッズ作りました。グッシール、なんかネーミングはいまいちかもしれないんですけど、いいことしたり、いいなと思った時にグッっていう言葉流行らせたいなって思って作りました。それでは皆さん、また見に来てくださいね。暑いのでお体気をつけて。それではまた。